And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO, Gossip Girl.ニューヨークアッパーイーストサイドを舞台にヤングセレブたちの日常を描くゴシップガール、常にみんなの注目を集めるセリーナ。セリーナの親友ブレア、セリーナのことを思うネイトとダン、ブレアとの恋愛に失敗した超お金持ちのチャック、彼らが巻き起こす恋愛模様とは。今回スポットを当てるのはシーズン4、舞台はパリからスタートします。彼女たちを待ち受ける新たな恋、そして新たな陰謀とは。このドラマを一緒に見ていくのはこの方です。ゴシップガールを愛してやまないというベリーズ工房の夏焼みやびさんと菅谷梨紗子さん。メンバー内でも特におしゃれなファッションが大好きだというこの2人が、今世紀最高の女子ドラマゴシップガールの魅力を語り尽くします。さあ、ということで本日のゲストはベリーズ工房からです。夏焼みやびさん、そして菅谷梨紗子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。冒頭うちの岩尾がお世話になってるんですか。いえいえ、こちらこそ。本家のもベリーズ工房ファンということでね。そう、ライブに来てくださって気持ち悪いでしょ。いやいや、全然ご迷惑かけてないですか。全然本当にお好きみたいなんで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして解説人ワーナー TV の本田敏彦さんにもお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。僕も先日ライブ行ってきまして、ね、素晴らしかったです。気持ち悪いでしょ。気持ち悪くないってよ。もうお好きだということでね。そしてお二人は本当にゴシップガールが好きだと。はい、大好きです。どういうところが好きなんですか。やっぱり女の子は洋服が大好きなので、うん、ファッションとかもすごく勉強になるし、うん、はい、なんかもう見どころ満載って感じだよね。まあ、ノーゴシップのお二人ですからね。そうですね。逆にそっち側にね、はい、なんか託してるところがあるのかな。そして本田さん、はい、シーズン4、はい、シーズン4なんですけど、もともと最初これ始まった時ってこの主演の彼ら高校生の設定だったんですね、はい、このシーズン4はですね、ここからですね、あの大人の女性の魅力も出ますので、成長して、そう、あのパリの撮影風景もありますしね、はい、ぜひね、そこのところをねご覧になっていただきたいと。はい、ピーコさんのようにファッションチェックもしてる。いや、本当におしゃれですね。はい、高いでしょ、それ。高いです。スーパーマンの T シャツなんで。僕はね、クリンスマンのが好きなんですけどね。元ドイツ代表の、すみません。今日のランキング参りましょう。こちらです、はい、ゴシップガール、ゴシップなキャラベスト5です。はい、あのゴシップガールにはですね、物語の軸となるゴシップネタに事欠かないキャラクターが5人いるんです。いや、これいかんでしょ、これ本田さん。そう、これね、もう近場でいろいろくっついたり離れたりがあるので、でもここのシーズンから見ていただいて全然大丈夫。いや、僕娘いるんで考えられないです、こうなったら。ちょっとね、ちょっと気になるところかもしれないですが、今日はこのメンバーをご紹介してまいります、はい、では早速第5位はこちらです。セリーナです、うんうん、はい、セリーナ、本田さん、セリーナってどんなキャラなんでしょうか。まずはですね、この豪快なメンバーを紹介するのに主役のセリーナからですね、はい、彼女はニューヨークマンハッタンアッパーイーストサイドっていうお金持ちのねところのゴシップ、あの人々の注目をすべて集める、主演なので、ゴシップ感がプンプンによってますね。常に注目の的ですね。はい、ぜひご覧ください。はい、はい、では早速本田さんの解説とともにご覧いただきましょう、はい。女子たちの憧れの的、セリーナ。かわいい。恋愛についてゆっくり考えたいというセリーナは、夏休み親友のブレアとパリで過ごすことに。It's not mine to make. Nate broke up with me and Dan was trying to patch things up with Vanessa. Well, I'm not asking you to make predictions about them. It's about you, what's in your heart. When you asked me on this trip, you promised me retail therapy. I fall asleep thinking about guys named Louboutin and Laurent from socialism. You're right. その言葉通りパリを満喫するセリーナ。This is fate. I have just a thing to wear. And you have to pick up a little something too. It can wait. Let's go buy boots.一方、舞台はニューヨーク。
セリーナを思う2人の男性が悩んでいました。 Anyway, Serena gets back tomorrow. What are we gonna do?パリから帰国したセリーナ、決断の時が迫ります。Did the plane ride back to reality land you on a tornado dam? Not exactly. How could you spend 7 hours on a plane with a library of romantic comedies and not find clarity? Trust me, I tried. I even made a list of pros and cons. Dan, good shoulder to cry on. Nate, good shoulders. Well, as long as you promise that Gossip Girl won't find out before I do, I have a poll to win. 果たして三角関係の結末は？ここでゴシップガールのポイント解説、はい、よろしくお願いします。はい、このセリーナなんですけれども、やっぱり強い意志を持った女性というふうに描かれているんですね。なので視聴者からも憧れやパーフェクトな魅力っていうものを持つ女性になってます。例えばこのファッションなんかちょっと変わったデザインなんですけど、こういうのも見事に着こなしちゃうっていうのが視聴者の、ね、注目を集めてますね。似合ってますしね、うん、2人絶対いけますよ、この全然いけるいける。パリの街のセリーナどうでした？もう本当に素敵です ね、 はい、もう私たちも7月にパリに行くことが決定しまして、ね、はい、ジャパンエキスポというイベントに参加することになったので、はい、あのパリに行ったらちょっとセリーナ気分で、なるほどね、おしゃれ、はい、歩きたいなと思ってます。いいですね、僕ね17の時にパリに行って、はい、ジャージ姿でヴィトンの本店に行って嫌な顔されました。おしゃれしてくださいね。おしゃれしていきます。さあ、鈴木さん、はい、セリーナの魅力って何ですかね、同性から見て。セリーナはやっぱりあの内面はすごくやっぱ優しいし友達思いですけど、うん、はい、まあ、あの外見もすごい好きだし、うん、あとやっぱおしゃれ、うん、で、ね、私にはちょっと真似できな い、 いや、お二人ともおしゃれですね。結構セクシーじゃないですか。大丈夫、大丈夫です。でも憧れますね、うん、ジャケットとかもすごい似合うし、でもあるんですね。でも大丈夫、二人パリジェンヌみたいな格好いけますか、ね、はい、ということで第5位はセリーナでした。本田さんがお姉に見えてしょうがない。続いては第4位です、はい、第4位はこちらです。ネイトです。はい、はい、本田さん、これネイトとはどんな感じですか？はい、ネイトなんですけど、彼はですね政治家 の、 あの家系に育ってるんですね、うん、ただあの瞳、顔、笑顔と全部を撮ってもどれを見てもあの魅力的っていう風に、ね、そう出てますね、うん、かっこいいね。ただ今回はこのセリーナへの思いを引きずったまま始まってますので、うん、まあそれがどうなってるかぜひご覧ください。はい、ではご覧ください、はい。心優しきお坊ちゃま、ネイト。セリーナへの気持ちが吹っ切れないネイトは寂しさを紛らわすためいろいろな女性と遊んでいました。そんなネイトの前に一人の女性が現れます。Easy come, easy go. I can't tell if your approach is enlightened or chauvinistic. Well, Nate, Archibald.Could I at least get your number? What? 徐々にジュリエットに心惹かれていくネイト。Once men have tasted caviar, it baffles me how they settle for catfish. しかし、ジュリエットがネイトに近づいたのは、ある男性に言われた作戦を実行するためでした。As we agreed that we would not stop until Serena was left with nothing, just like I was. I know what to do. Yeah.ネイトはこの陰謀に気づくことができるのでしょうか。ここでゴシップガールのポイント解説、よろしくお願いします。はい、このネイト役 の、 あの俳優さん、チェイス・クロフォードさんなんですけど、はい、この方はアメリカの雑誌でですね、ピープルっていう雑誌があるんですけど、そこで最もセクシーな独身男性に選ばれるなど女性ファンが世界中に多いんですね。そのためこ の、 あのゴシップガールに出ている女優さんたちがあのプロモーションでトークショーなどに出演すると、あのネイト役とのキスはどうだったですかみたいな感じで聞かれることが多いです。かっこいいですね。
もう吉本男前ランキング2007年12位で、ね、中途半端だったんですよ。答え世界1でしょ。いやすごいですよ。さあお二人から見てどうですか。うん、そうですね、ネイトは、まあ、優しいけどちょっとまあ軽い部分もあったり、まあ、寂しさゆえにみたいな顔も言ってましたけど ね、 で、 ねでも好きです。夏焼さんどうですか。そうですね、まあ、優しいところはやっぱりいいなと思うんですけど、うん、でもやっぱりその寂しさがあるからいろんな女の子と遊んじゃうっていうところは、ね、女の子的にはちょっと寂しいよね。そうね、そこは一途であってほしいっていうのあるよね。そうですね。ただね、親が逮捕されてこう例えば経済的困窮も味わったりとか、うん、結構波乱万丈の人生だったんですね、うん、今まで経験してるんですか。そうなんですよ。僕全部がもうセレブリティのね、うん、メンツだと思ってたんですよ。結構その裏でいろいろあったりとかもするし、親子の関係もあるし、本当男性から見ても非常に面白いドラマなんですよ、ね、なるほどね。その伏線を張ってるってところで、うん、もう男女問わず楽しめる作品だ。そうですね、世界中男性という理由がちょっと分かる感じ、うん、はい、そうですね、しますよね。特に好きな男性のこのキャラクター誰なんですか、お二人。私はネイトです。あ、じゃあもう本当にドストライクなんですね。だからこそ変わってほしいみたいな、うん、そうですね、はい、どうですか夏焼さんは。私はチャックがいいなと思いました。この後出てきますね。ウィルソンではないことが分かります。ウィルソンだよね。あ、ネイトとでも親友だから、はい、ダブルデートとかもね、うん、もし好きになったら、ね、そうですね、そうですね、すごい、なるほど、奥深いですね、はい、この後まだまだ。はい、複雑な人間関係ご紹介してまいります。さあ本当にちょっと僕もハマりつつある、はい、このゴシップガール。ゴシップガールです。ちなみにこうダン、はい、ダンというのがこの後出てくるんですよね。はい、そうなんです、そうなんです、はい、では、早速ゲストの皆さんと一緒に見ていきたいなと思っています。それではランキングボード見てまいりましょう。こちらです。第3位はこちら。ダンじゃないの？ほらダンです。まさに、はい、すごい予想したかのようになってます。もうそんな気がしてましたよ。これダン、これダンのどんなキャラで。ダンっていうのはね、ねっていう感じで一緒に話しちゃいますけど、今までセレブの2人が続きましたけど、ダンはちょっとブルックリンというところで暮らしている庶民派代表というか、もともとはね、普通のうち の、 お父さんロック歌手みたいなところの家だったんですけど、はい、お父さんがなんとね、セリーナのお母さんリリーさん、ルーファスとリリーがですね、はい、この2人が大恋愛の末に結婚するんですね。なので好きだったセリーナにと義理の兄弟になってしまったっていうところもありますし、この前のシーズンだとね、三角関係の中ネイトとダンとセリーナの三角関係の一人なので、さあどうなるでしょうっていう、でももっとすごいことが待ってますので、ぜひご覧ください。はい、ではご覧ください。はい、セリーナへの気持ちを確信するダン。ダンはある問題に直面していました。過去に関係を持った女性ジョージーナから子供ができたと言われ育てることに。一時の父として覚悟を決めたダンでしたが、Also spotted. Lonely boy's baby mama looking like one hot mama on the beach in St. Bart's. If she's flown the coop, who's cleaning up her baby's poop? When I drop out of school, that means I have to get a job. 途方に暮れるダンに声をかけたのは、幼馴染で元恋人のバネッサ。I could maybe help. Now you've been great, but this is more than like a good swaddle and formula runs. I mean, I could move in. And we could work it out the same way you were going to do it with Georgina. And I have mostly morning classes anyway. Well, Vanessa, hold on a second. This is way beyond girlfriend duty. You know, you didn't sign up for any of this. Neither did you. ハラン万丈の人生を送るダンにこの先待ち受けているものとは。
ここでゴシップガールのポイント解説よろしくお願いします。はい、その正直者の庶民代表ダンなんですけど、で、あの男性視聴者もこのドラマ多いんですけど、彼はですね、どっちかっていうと男性視聴者から嫌われちゃうタイプなんですね。なんでかっていうと、視聴者が自分の中で自分の嫌いな部分が彼を通して見えてくるからなんだそうですね。そう、女性の前でこう焦っちゃったりだとか、隠したいはずの嫉妬なんかが出てきちゃったりとかして、ね、そういうのがダンから出てくるみたいな、ね、人間でしてそういうところで繋がったりするんですよね。そうですから、まあ、キャラクターとしてもおそらく実際は愛されてるんでしょうけども、そうですね。ちなみにこのネイトとダン、お二人だったらどっちがもうセリーナにふさわしいと思いますか？迷いますね。でも、あのダンはすごい責任感が強いので、はい、うん、やっぱそういうところは頼りになるんじゃないか。守ってくれそうな感じしますよね、はい、いかがですか？私でも一休さんみたいですけど久々に見ましたよ、これ本地でも私的にはやっぱネイトが好きなんで、はい、ネイトとくっついてほしいです。あ、でもこれ分からないですもんね、今後どうなるか。ただここだけは許せないっていう男性のポイント、お二人どうですか？例えばもうケチ、耳ちいやつは嫌だとか。嫌です。どんな男性が思わせぶりな態度、別に好きじゃないのに、する、なるほど、誰でもなんかそういう風な態度取る人とか、ダメです。あんまり好きじゃない。やっぱりオンリーワンでいたいですもんね、うん、女の子としてはね。あの人も、これの人も好きみたいなのはあんまり。あ、だから山里みたいなやつね。わかります。そうですね。ということで第3位はダンでした、はい、では続いては第2位。第2位はこちらです。ブレアです。来ました。来ましたか。そう、ブレアはですね、世界的なデザイナーの娘なんですね、はい、で、あのこのセリーナの大親友と形という形でこのドラマの中の主演の一人なんですけど、あの負けず嫌いで完璧主義、欲しいものは欲しいわキャンペーンの彼女なので、ただ彼女とこのブレアと次に出てくるチャックのですね、この大恋愛っていうのは視聴者がずっと見守っているものなので、ぜひそのあたりもご覧ください。なるほど、はい、はい、ではご覧ください、はい、セリーナの親友ブレア。昇進中のブレアにパリで新たな出会いが。はい。はいはい。ブズメマネ。Je l'adore. Je m'appelle Blair. Louis. Enchanté. ルイに食事に誘われたブレア。Excusez-moi. Il faut y aller. La voiture est arrivée. Monsieur Grimaldi vous attend à l'ambassade. J'arrive.I wanted to talk to you this morning, but you'd already left. I think I just met a real-life prince. A Grimaldi. As in the royal family of Monaco. As in Grace, American Princess Kelly. Stop whatever you're doing. We need to shop. Only for you, B. ブレアはデートでルイのハートを射止めるために庶民派を演じます。 I had no idea you had such deep appreciation for street food. I'm quite surprised. Your favorite restaurant.Yes, well, the masterpieces of the Louvre don't compare to the simple pleasures of a kebab. Paris is complicated and beautiful, much like you. Coronation already? The date must have gone well. Oh, S, we walked, we talked, we laughed. I'd forgotten what it was like to just have fun with a guy.And now I'm off to meet his parents at a ball. Just look at all the gowns he sent. 舞踏会に誘われ浮かれるブレアでしたが、パリで偶然チャックと出会うことに。What are you doing? Suddenly we're stopping for pedestrians' feet. I'm feeling you linger.I'm not gonna leave. チャックはある事件に巻き込まれ、今までの人生を捨てようとしていました。Going to see an old associate, picking up a passport with my new name on it. After today, there is no Chuck Bass. I'm staying at Eleanor and Cyrus's when you realize that's not true. そのことを知ったブレアは王子との舞踏会をキャンセルしてチャックのもとへ。 Just because you're dressed poorly doesn't mean you're not Chuck Bass. Why would I want to be him?果たしてこの2人の関係は。ここでゴシップガールのポイント解説よろしくお願いします。
はい、このシーズン4からですね、このブレアの魅力がですね、急上昇します。例えばさっきのこのネックレスなんですけど、あの桃色のパパラチアサファイアとダイヤモンドっていうね、本物なんですね。でこの、ドレスもですね、オスカ・デラレンタ、ニューヨークのトップブランドですね。こういうような感じで、映画女優のような小悪魔的なイメージを強く出していて、あのよりこうガーリーな感じで見えるようになってますね。でこれとかもシンデレラだから、あの靴を探しに来てっていう形で彼に言ってパリを離れるっていうところの最後のシーンですね。素敵。いや本当に全米のハートを掴んでるというか、若者たちのファッションリーダーでもあるメンバーなんですね。もうここから出たものは全部流行りますし、憧れの対象ですね。お二人もね、やっぱもう目キラキラしてましたけども、ここであえて聞きますけども、もうセリーナ派ブレア派でいったらどっちなんですか、お二人は。私はセリーナですね。理由は、理由はやっぱりあのもう待ち受け画面画像とか集めるぐらい好きなんですよ。本物ですね、はい、なのでもうファッションもやっぱ大好きで、はい、そのジャケットの着こなし方とかも上手だし、うん、ワンピースももう可愛いだけじゃなくて、ちょっとこうツンとしてる部分があるので、ビビッとな感じしたりとかね、はい、そうですね、そういうところが本当お手本なんですね。はい、お手本です。いかがですか。私はやっぱりブレアです。ブレア、ブレアのやっぱたまに言うかっこいいセリフだったりとか、あとやっぱファッションがすっごい私は好みで、あのベレー帽をよくかぶってるんですけど、私はそのベレー帽を真似してかぶったりとかして、昔カチューシャだったりもしました、ね、そうですね、もうやったりしました。本当になるほど、はい、はい、ということでヒロインたちも見てまいりましたが、いよいよ第1位です、はい、第1位はこちらです。アレッサ？チャックです。チャックですか。はい、チャックなんです。一番好きですね、不動産王の息子で、はい、で、超金持ちです、とにかく。いいです、友達になりたいな。で最初はナルシストの悪役だったんですけれども、先ほどのブレアにですね、命がけのプロポーズをする、もう誤解と心のすれ違いでですね、失敗に終わったところからこのストーリーが始まってきますので。そう、はい、生まれたらたまたまそこが金持ちだったっていうだけであって、彼自身はすごいピュアなかもしれませんよね。でもね、受験したりとかぜひご覧ください。はい、はい、ではご覧ください。大富豪のお坊ちゃま、チャック。ブレアとの恋愛に失敗したチャックはプラハで強盗に襲われ銃弾に倒れます。そんなチャックを救ったのがエヴァ。チャックは素性を偽り、エヴァとパリで生活し始めます。月日は流れ、自分の素性を明かしたチャックはエヴァを連れマンハッタンへ戻ることを決意。To New York? You got me a ticket?We don't need tickets. I'm Chuck Bass. さらにニューヨークに戻ると、She fell in love with me when she didn't know that I was Chuck Bass. And tonight, introducing Mademoiselle Eva Cooper. 大勢の前でエヴァを紹介。Ivan?これを面白く思わないブレアは2人の仲を裂こうと罠を仕掛けます。罠に引っかかったチャックはエヴァを追い出してしまいます。しかし後にこれがブレアの策略だと気づき、ここ
ここでゴシップガールのポイント解説よろしくお願いします。はい、このチャックとブレアなんですけど、この2人の関係はですね、これからですね、まあ面白い笑える部分もあるんですけど、もう映画的にね、涙なくては見れないような展開にもなっていくんですね。でチャックは自他ともに認める女たらしなんですけど、あのブレアの幸せのためなら自分の身を引くことができる男っていう部分がありますので、視聴者的にはね結構人気がありますね。ちょっと待って、これ超面白いじゃないですか。面白いんですよ。はい、気になりますか。なる。はい、ではここでお知らせです。本日ご紹介いたしました海外ドラマゴシップガールシーズン4は、はい、ワーナー TV にて好評配信中です。リモコンの VOD ボタンを押してヤングセレブのゴシップな生活をお楽しみください、ね、なお今なら特別にシーズン1のおさらいで、このゴシップガールの一番最初のエピソードもご覧になれます、はい、また新宿スタジオアルタでは5月7日からゴシップガールミュージアムファイナルが開催されます。今年で3回目となるこのイベント、出演者がドラマで着用した衣装や小道具が展示され、ゴシガルファンにはたまらないひとときが待っています。ぜひ会場でゴージャスかつ魅力的なゴシップガールの世界をお楽しみください。うわ、これはちょっと楽しみですね。お忙しいでしょうけども、これはね、ぜひ来てください、はい、さあ本田さん、改めてゴシップガールの魅力何でしょうか。やっぱりですね、このセレブという世界観だけではなくて、この世界観は俳優だけではなくてですね、キャスト、あのスタッフですとか、こう脚本家ですとか監督とかがみんな一丸に作ってやってますので、はい、でこのシーズン4はパリという場所から始まるっていうところも、あの非常に魅力なので、さらにグレードアップしたね、あのゴシップガールが見れますの で先ほどのようなね、あの衣装店なども一緒に体感していただいて、いや本物なんでしょ。だってそうです、本物ですね。はい、これね、男の人が言っても面白いですよ、はい、なるほどね、はい、でも男性は男性でこの恋愛の勉強になるというか、なるし、あとこうね、結構心理戦、あのちょっと裏で会社関係とか企業だったりお金騙されたりとか、そういうのもあるので、非常に男の人もね見れるような、でもこの二人みたいなのはドンピシャでもうハマってますしね。そうだね、もう前もその話してましたけど、成長していくような感じもしますよ ね。世代が世代ということで、はい、大人も楽しめるドラマ です、ね、これだから、はい、もう本当に続くわけでしょ、おそらく5、6と、この二人とちょっとさっき話してましたね。あ、そうですか。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、お二人この後もお付き合いお願いいたします。いや、もう本当に、はい、僕も本当ゴシップボーイですよ。もうハマってきました本当に。だからお二人はまだまだですね、魅力をお聞きしたいんですけども、はいはい、さあここで最近のお二人情報なんですけど、うん、これ男装してるって聞いたんですけど。そうなんですよ。いや、そうなんですよって、いや、可愛い女の子の格好したね、ファッションリーダーじゃないといけないんですよ、お二人は。あ、これそうなんです、そうなんです。これちょっとご説明を。はい、今ですね、ミュージカル戦国自衛隊という、はい、あのこれの今稽古中でして、なるほど、はい、それで今ちょっと男装に挑戦してるわけですよ。はい、そうなんですよ。 またお似合いですけどね。いやいや、かっこいい、かっこいい、すごい違和感ありますねやっぱり、はい、まあ僕も映画見たことあるんですけども、タイムスリップしてしまうお話じゃないですか、はい、そうです、そうです。じゃあもう大変なんじゃないですか、稽古から。すっごい大変です。稽古大変ですね。なんか言葉とかもやっぱ向こうの戦国時代の言葉とかも多いですし、はい、やっぱ男性役なので動き、はい、歩き方一つにしても、すごい最近は男性をこう見るようにしたりとか、参考にしたりとか。はい、なるほど。実際にどんな役なんですか、お二人は。そうですね、私は今回あの総長、はい、一番上のトップの役をやらせていただくんですけど、責任重大な仕事ですよね。責任重大で、まずあの本当セリフの量もすごくあるし、今回はあのミュージカルということで歌もあるので、そこも見どころなのかなって思ったりします。稽古は実際どんな練習をやってるんですか。もうまさに舞台上で、いや、VTR 見て参考とか。あ、中東地に実際に、はい、実際に行ったんですけど、ベリーズ工房が、それで実際に行って、あの敬礼を習ったりとか、はい、声の出し方を習ったりとか、銃の持ち方とか、まあいろいろですね。ちなみに敬礼ってどんな感じなんですか。もう普通にすごく難しくて、はい、難しいです。綺麗、眉毛あたりですかね、はい、まっすぐやって、まあ、指を添えてまっすぐで、こうならないように。あ、そうなんです、ここが見えちゃいけないんです、手のひらが。確かにそうですね、こう見たことないですね、これ、はい、ちょっと可愛いポーズになっちゃいますよね。女の子とかこうやってなりがちなんですよ、はい、ちょっと曲がったりとか、それをこうまっすぐにっていうのと、本格的ですね、はい、なんか生傷絶えない稽古でちょっと心配ですけども、これ楽しみでございます。じゃあ改めましてちょっとご紹介を。そうですね、お知らせですね、はい、ベリーズ工房10周年記念舞台演劇女子部ミュージカル戦国自衛隊は
は新宿の全労祭ホール、はい、スペースゼロにて5月11日からスタートです。ぜひ会場に足を運びください。はい、さらにですね、ベリーズ工房の皆さんは現在デビュー10周年記念コンサートツアー2014春リアルベリーズ工房の真っ最中ということで、残すところあと2公演と、うん、そうなんです。あっという間ですね。はい、注目してもらいたいところってどこでしょうか。うん、今回私たち衣装隊長として、そうなんです衣装考えてまして、はい、いろんな隊長やってるんですね。これお二人が考えたの。はい、そうです、はい、考えたんですよ。ちなみにこれ赤いチェックの方、はい、赤いチェックの方はちょっとレトロな感じをイメージしたくて。そうだね、なんか60年代50年代ぐらいかな。そうです、そうです。で、メンバーたちも赤が好きなので、はい、パッとする衣装っていうことで今回はこれで、今最近ではその赤チェック、ギンガムチェックがすごい流行ってるので、はい、流行りも取り入れつつ、ファンの女の子とかもたくさんいるので、真似したくなるよね。真似してほしいなっていうことで、はい、そして今日も着てるんですよ、ファンの。そうなんですよ。あ、そうなの。すっごい上手な子がいて、かわいいね。頭飾りから靴まで全部すべて、はい、そしてもう一方こちら、これまたシックな感じですけども、はい、こっちは白黒をみんなお揃いにして、はい、どこかにストライプを入れて、うん、みんなが私はこういう感じに着たいっていうのを衣装さんと、まあ、打ち合わせしながら決めました。ベリーズ工房って身長もバラバラですし、うん、はいはい、もうジャンルもすごいバラバラなので、なのでスカートがいいっていう子はスカートだし、うん、パンツがいいっていう子はパンツにしたりとか、うん、それぞれの個性を生かした衣装になってます。すごいね。はい、そうなんです。多彩だな本当に。そしてですね、ベリーズ工房の皆さん、はい、ライブもあるということで、はい、うん、5月24日25日にナルチカ2014春ベリーズ工房をご覧の会場で開催いたします。はい、これどんなライブになるそうですか。これはナルチカということで、なるべく近くに。なるほど。あ、そういう意味があるんだ。はい、なるべく近く私たちハロープロジェクトのライブを楽しんでいただこうということで、ライブハウスで今ずっとぐるぐる回ってる感じです。うん、いや、ね、近くすごい近いですね。こう手を伸ばしたら本当届くぐらいの距離にいるので、普段はね、ホールとかでやってた方々が、これは嬉しいでしょうね。すごく楽しく熱いライブになってますので、はい、ぜひ来てください。お待ちしてます。まあ、実際来れない方もいらっしゃるんで、これ見てる方が全国のファンの皆さんにそれぞれ一言ずつお願いしてもらえますか。はい、はい、そうですね、今ベリーズ工房ライブ真っ最中ですので、本当にベリーズ工房の良さっていうのがライブですごく出ているので、ぜひパワースポットだと思って遊びに来ていただきたいなと思います。本当に元気もらえそうだよ ね、 ね、皆さんからね。すごいもうはっちゃけて、本当動物園みたいな感じなんでね、なるほど。はい、ぜひ。はい、そしてですね、5月11日から、うん、舞台の方も始まりますので、うん、私たちの男役を見て、ちょっと元気をもらいに来てほしいなと思います。ぜひ遊びに来てください。待ってます。いや、もう10周年になるんですね。はい、なんかいつの間にか大人になっちゃって。でまたそれぞれの魅力がね、大人になってまたちょっとずつ出てきてるのが嬉しいでしょうね。このちょっと戦国自衛隊は本当に楽しみでございます。はい、ということでお二人とも今日はありがとうございました。ライブ活動もね、頑張ってください。怪我しないようにね、はい、頑張ります。ありがとうございます。